おはようございます。大家早上好。今天是9月12号星期日。今日は9月12日日曜日です。またね、じめじめと曇ってるし、時折雨も降ってて湿気がね、強いんですね。梅雨時よりは秋の長雨の方がよく降ると言います。本当にその通り。また台風も来てるっていうことで大変です。現在每天都是下着雨、绵绵细雨、秋雨ですね。湿漉漉的感觉，很难受。有人说这个梅雨季节实际上不如秋雨季节雨下得多。我觉得应该是这个道理吧。で今日は小さい時に習った日本の曲を、習ったというか学校で歌った日本の曲を演奏します。何でしょう？今天为大家演奏一首我小时候在小学，北京的小学四年级的时候学习的日本的儿歌。ね、小学校四年生だったと思うんですけど、の時に習った日本の曲なんでしょう。紅蜻蜓。小学校4年生の時だったと思うんですけど、音楽の授業で、習った日本の曲です。その時に不思議に思ったのは、日本の曲っていうか日本のトンボが赤なのかなって、ね、中国のトンボはね、緑か黄色か、まあ、黒もいたかな、
まあ私が知らないのもたくさんいるんだろうけど、そう、小さい時に見かけるトンボって緑か黄色か赤もあったような気がするけどな。うん、黒はいたな。うん、红蜻蜓，这是一首日本的儿歌。小的时候，我应该是小学四年级的时候吧，在音乐课上学的这个首歌。当时觉得很奇怪，日本的蜻蜓怎么是红色的？那个北京那会儿的蜻蜓一般都是绿色的、黄色的，偶尔能看到黑色的。嗯，但是没有红色的。所以觉得挺不可思議的。嗯、最近でもね、あのトンボって飛んでくるのは早いですね。もう初夏にもトンボが飛んでるって感じですよね。秋じゃないんですよね。うん、季節が変わりましたね。最近这个蜻蜓出现的日期、时期比较早。以前都是秋天以后才有蜻蜓的。现在是一入夏好像就有了。嗯，季节变化啊。それでは今日はここまでにします。生徒さん募集しています。対面でもオンラインでも結構です。無料 体験レッスンあります。興味ありましたらご連絡ください。那么今天就到这儿了，谢谢大家。それではごきげんよう。さようなら。再见。